CGS をご覧の皆様、こんばんは。特別編、神谷宗平に聞く、今回で最後ということですね。もう大阪府議選もう残りわずかというか、もうかじゃないですね、もう最後ですね。今、配信しているこの時間には、分、ぶん吹田の駅に立って、皆さんに最後のお願いをしてる頃だと思いますね。ななるほどじゃあ今日はははそ最後にですね神谷という男ぜ 政治を志したのか、はい、そしてどういうことを伝えていきたい、うん、やっていきたいということを、はいえー、聞いていこうかなというふうに思います、はい、ありがとうございますまずはなぜ政治家になったのか、はい、というところから伺いたいんですけれどもはいそうですねまあこれいろんな講演なんかでも話をさせてもらってますけど僕はこの「すいたのマッチ」の関西大学というところに通ってたんですね、はい、で3年生が終わったあとに1年間休学をして、はい、まあ,あのアメリカに行きたかったんですけど、はい、まあお金がなかったんで。はいうん カナダに行って、はい、でそこででいろんんな国の若者といろいろ交流をしたんですよ、うん、するとねやっぱりあの、まあ、みんながみんなじゃないですけど外国の若者の何人かはちゃんと自分たちの国の未来のことを考えていてこれからの国がどうなる自分たちの国がどうなるかっていうことにすごく熱意を持って僕に語ってくれたんですね。うんはい、でそれに僕はあの愕然としまして、うん、考えてなかったんですよ僕。 日本ででではななななかかいい会話すすねないんですよ、はい、だって日本の学生がこれから日本ってどうなると思うとか、うん、今の政治ってどうだろうっていう,う話でしないじゃないですかしないどころか、はい、そんなのをしたら、うん、お前ちょっと変な宗教には入ってないとい <laughs> すげえわかるすげえわかるそれでしょ多分,多分みんなそうだと思うんですよこういう CGS とか見てくれてる人はやっぱりそういう関心が高い人たちが多いわけだから。うんはい 多分ねそういう話本当は職場とか学校でもしたいけどすると変な人だと思われるから実は心の中に秘めてますみたいな人がこういうところで見てくれてると思うんですよねでももうそれが日本の現状じゃないですかでも海外では普通にそんな話をしてくるわけですよその時僕はできなかったでなんで彼らがそういう話をするんだろうと思っていろいろ僕も聞いたり分析したりすると結局彼らの国は戦争があったり貧困があったりいろんなこう国の先行きが不透明なわけですよね だからひる、うんはい、でがえって私たち日本人のことを考えると、うん、もう戦後70年たって、はい、まあ戦後はね焼け野原だったわけですから、うん、今のもう70代以上80代ぐらいの人たちかが、うんうんはい 小さあの若い頃はですねとにかくこの焼け野原をなんとかしなきゃっていうことで、まあ、頑張って経済復興してくれて、うん、でその子供である僕たちの親の世代ですね、はい、が団塊世代で、うん、まあ高度経済成長を支えてくれたと、はい、でそこまで良かったんですが、はい、1980年代ぐらいにも日本は絶頂期を迎えて、はい、世界第2位の経済大国になってですね、うん、そこで一旦ビジョンがなくなっちゃったと僕は思ってるんですよね。 でそれ以降僕たちはまあその頃にちょうど子供だったわけで,、はい、で大人になった時に別に今、そうだと思います皆さんもそうだと思いますけど、うん、日本のビジョンって何ですかとか、うん、これから日本はどういう方向に向かっていくんですかって聞かれた時に、うん、いやこうだよねって言える人ってほとんどいないし政治家もそんなことを言えないっていうか、うん、いや個人個人に思ってる人はいても、うん、それをなんかこうみんなと議論したり、うんね、国会で議論してないじゃないですか。うん、そうですよね ね、なんか政治と金の問題とか言ってです、ね、<laughs> お前どこの企業から金もらってるんだとか、まあ、それやりゃいいんですけど <laughs> そんな何億もかけてやってる国会の本会議とかね予算、うんはい、会議とかそんなやる必要ありますかと、うんうん、いうことじゃないですかこれから日本どうするんですか総理っていう、うん、そういう話をね、はい、みんなでしてくれればいいんですけどそれがまさにやっぱり会社名にも出てますよね。 だからこれを多分伝えるっていうことでやっぱり神谷さんは始めたと思うんですよそうですだから、はい、そういう議論が僕はしたかったんで、うんうん、政治家になったということなんです、うん、いその思いっていうのをこれからもさらに推進していくというか、はい、実現していくために今回府議選に、はい、まあ挑戦しているということですよね。 えまあ何をこう伝えていきたい、はい、主張したい、はい、えやっていきたいと、はい、いうのを伺っていいきたいんでですすけれども、うん、そうですね、まあ、今回、選挙では3つのことを訴えていて、はい、まずは教育、人づくり、子育て、はい、これ、ちゃんとやりましょうということです、うん、2> が、2つ目に訴えているのは、安心安全、うん、つまりこれから南海トラフォーク地震、関西に来ると言われていますし。はい からあとは、えー、少子化対策とか、はい、あと高齢者の、うん、生活の保障の問題とか、はい、やっぱみんなが不安に思っていることっていろいろあると思うので、うん、それに対応する政策っていうのをもちろん打たないといけない、はい、で3つ目にそれらをやるための財源確保として地方再生というか地方の活性化、うん、そういうことをやっていかないといけないという、はい、その3つですねだから人を作ることと、うん、から安全安心の政策としか財源の確保、うん、この3つを 僕が訴えていますなるほどはい。それってのはもう、ある意味全部つながっていることですよねそうなんですですよねはい、つながってるんですよ、うん、だから、まずその今の問題に対処することも大事なんですけど、うん、まあそれは今まで政治家やっているわけですよ、はい けれども将来どうなんのということを見据えて人づくりとかコミュニティづくりをしとかないと目の前の問題に対処してるだけではどんどん,どんどん悪くなっていくんですよ的なな政策なんで,そうです、ね、だからその戦略論じゃなくて戦術論をずっとこう積み重ねてるそう,そうなんですそうだからもうちょっと大きなその戦略的,的な話を本来は政治っていうのはするべきなんだけれども、はい、今日本の政治特に国会でやってるっていうのは戦術的な場当たり的な、はい、今,や今その例えば3年とか5年とかの話しかやってないわけですよね。はい そういう点をこう転換していくというか、はい、いう思いがやっぱり神谷さんの思いなのかなってここ2年ぐらい、はい、まあの一緒にいろいろ活動させてもらってすす、うん、すごいかあの思ってたんででよねねそうなんですねだからそれを、まあ、あの分かりやすく言うと人づくり教育であり、はいうん、で結局それって僕は考えますじゃなくて、うん、みんなで考えないといけないじゃないですか。うんうん、だから 僕は今吹田の町に住んで吹田選挙やっててここに家族や仲間支援者がいるんでこの地域の皆さんでそういうこと考えませんかと考えた中で子どもたちにそういうメッセージを送っていけば子もたちちゃんんと考えてくれるですよ大人が考えてればね大人が考えてないといくら学校で先生が言ったって子ども考えないわけですよ。 だから僕が言う教育っていうのは子どもたちだけじゃなくて僕たちの世代も一緒に勉強して、うんはい、今の日本の在り方とかこれからの世界どうなっていくのかっていうことをまずみんなで考えましょうと、ね、でそういうことをやりつつ、うんまあ、今の問題に対処しつつね、うんうん、であと将来に向けてのお金をどう作っていくのかっていう、うん、この3つのセットでやらないと。うんうん ほとんどがですねまあどこの政党とは言わないけど2番目の安安全心ばっかりやるわけですよ今の問題のティ的なことばっかりこれ予算つけますとかなんとか権上げますとかそればっかりじゃそれは対象は喜びますよ選挙民はその方が。けどもそれって結局なんていうかな大きなな社会をくしいんですよその時の選挙にはいいかもしれないしその時の人にはいいかもしれないけど未来の子供たちの立場になって考えれば。 もっととちゃんと僕たちは今投票権ないんだからちょっと僕たちがおつになる時のことも考えといてよと。本当ですよねだからその場当たり的だからもうとりあえずなんか増税してごまかしとくかみたいな、はい、そういうところがありますけどそ<う>じゃあその根本的にじゃあ日本どう良くしていくのかっていうビジョンが全くないので、はいはい、だから場当たり的に増税してもただ日本の,その家計というか、はい、その 情勢というのは厳しくなるだけで、もういい方向に向かないんですよね。だから戦略なき戦術今ずっと積み重ねてるから、で戦術のミスって、あ戦略のミスって、戦略戦術は取り返せないんですよ。そう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 。だから今戦略自体がないので、ここまずなんとか。 していいいいかないといけなとけけわですよ、ねうん、でもやっぱりこの70年間戦争に負けてから日本はあんまり戦略らしき戦略を作ってきてないのでそうですね、うん、とにかく経済ってやっててやきたと思うんですよね、うん、でその時はもう本当に戦争負けた後だから、うん、今はもうとにかくその経済に、ねはい、力を入れることしかないと思って先輩やってきたんだけど、うんうん、いつの間にかそういう世代がなくなって、うん、もはやもう戦略すら組めない、はい、ような感じになってるんじゃないかなと、うん、もう不安でしょうがないんですよね。そうですよねだっててて国会見てても <laughs> 戦術にすらならないものってよく議論されてるじゃないですか、うんはい、だからそれこそ金の問題とか、はい、そういうものばっかりなので、うん、これでは日本ちょっと良くならないだろうと、はい、だから僕はね前回国政に上がってそれをやろうと思ったんですけど、うんはい、いろんなこの自民党の中に入っていろんなものを見たりとか、うん、国会議員になった仲間の話を聞いてると、うんはい、これは国会議員になってもなかなかできないぞと思ったんですよ。うんうん であれば今僕は地方議会とかその吹田という町で一つそういうコミュニティとかモデルを作ってしまってねそれをやっぱり全国に発信していく方がなんか遠回りだけど実は早いようなそう思ったんでもう一回地域の政治からきちっとやり直していこうと思って吹田に戻って今それをやってるということも実は選挙では言ってますけどなかなかそんなことを一生懸命言ってもですね有権者の耳には届かないなぁと。 ややこしいんですね、僕の言ってることは。分かりやすくすると教育頑張りますとか安全足のことやりますとかっていうことになっちゃうんですけど逆に CGS なんか見てくださってる方からすると神谷の選挙演説聞いたけどなんかちょっと他の候補とあんまり変わらなかったよっていうツッコミも来てます。なるほどがいととこですね僕してはだその なかなか演説でどこまで言うかっていうのは難しいっことです,ですだから本当に話そうと思ったら、うん、1>, 多分1時間 2>,、はい、1> 2時間になると思うんですよそうなんで,でも、そのも1箇所で1,2時間でかできないじゃないですかそうですだって5分喋ったってうるせえって言われるのに <laughs> 1>, <laughs> 1時間もやってたら警察呼ばれますからね、そのうち <laughs> 誰も聞その2時間聞ける人っていないじゃないですか、特に日中とかって仕事をしている人もいるし、はいろいろ忙しいというかその移動中の人とかもいるわけですからいやだからね街頭演説で、はいまあぶ、ぶっちゃけで言いますよ、はい、街頭演説でその政治家の本当の思いを全部聞こうと思うのはなかなか難しいですよ難しいですね。 まあこういういネットでの配信とか見てもらわないと、うん、その選挙演説で、うん、あの選挙期間にね凱カーで言える演説っていうのは本当にキャッチコピーと自分の名前と簡単な政策とぐらいしか言えないっていうのがやっぱり実情なんですよ。はいうん、でそれじゃ物足りないって言われても、うん、いや分かってるんですよこっちも言い足りないんだからそのままバランス考えてやってるっていうのがまあ選挙期間中の訴えにはなりますね。歯、はい、歯がが、ね、がゆゆいいでですすねけどそれ選挙から<ー> な、まあ、なかなか歯がゆい思いがあると思いますけれども、はい、まあ最後にじゃあ,あの本当に最後になりますけれどもこの今見て頂い,いている方に最後の主張というか最後のメッセージを、はいはい、送っていただければなというふうに思います CGS、はいはいえー、をご覧の皆様、えー、今日でですねこれまで2期6年市議会議員をやってそれから国政にも挑戦をして。 でその期間ですね実は吹田の市長選挙も戦ってますその時は維新の風にボロ負けしました国政選挙でも維新の会に負けましたしかし皆さんご存知のようにその僕が選挙で負けた維新の会がですね本当にいい政治家を選んで本当に国をよくする政策をやってるかというと僕は違うと思っていますおかしなものに負ける自分がもう歯がゆくて仕方がありません 本当にこれで政治いいのかといつもいつも思ってますしなんでこんなに一生懸命やってるのに気持ちが伝わらないんだというような思いもありますだから、えー、自分のフェイスブックとかこの CGS でもーちょっと言ってましたけどもうしばらく選挙で出るのやめようかなとお何回か思ったこともありますけれどもやはりあのそういう時に皆さんからいただくのはいやそういう悩みがあるからこそそういう人間だからこそ選挙に出て勝って政治の世界でちゃんと発言をしてくれと。 いうふうに言っていただく方がたくさんいらっしゃったので僕は今回思い切ってスイタの選挙区で府議会議員の選挙に出ていますなんで国政じゃないんだというお叱りも受けていますもちろんチャンスがあれば国政に挑戦することもしたいとは思っていましたしかし選挙区の事情もありますやはり自分が政治をやりたいのはこのスイタの街でやはり自分の原点ですからここでやりたいという思いでここに帰ってきて活動しているわけですけどもそれで国政選挙じゃあスイタで無所属で勝てるのかと 言うと正直僕にはまだそんな力は全くありませんじゃあ政党の応援がもらえるのかというと選挙局の事情があって政党の応援ももらえませんですから自分が今無所属で自分の思いで何とか何とか必死で頑張って勝てるだろうというふうに可能性を弾き出したのがこの不議会議員選挙だったんですね不議会議員選挙本当に今回も厳しいです えー、僕が戦っている相手はですね自民党共産党公明党民主党維新の党と、まあ、全ての大きな政党はそっているわけです。で水田では共産党や公明党が固定票をすごく持っているという事情もある中で本当に、まあ、不動票、ね、だけをです、ねえー、信じていくようなもうそんな無謀な選挙をやっていますけれどもそこには僕は8年間龍馬プロジェクトだったり市長選だったり国政だったりいろんな経験の中で。 培ってきた思いとか経験すべてぶつけて今回の選挙をやっています2年間の政治家としてのブランクもありますからスタッフも十分ではありませんもちろん僕にはそんな大きなスポンサーがいるわけではないからお金だって十分ではありませんでも今回の選挙は僕の120%の力で戦っていますもうこれで負けたらですね僕自身本当に政治家としての生命がなくなるようなそれぐらいの覚悟で今回は戦っていますが現実は厳しいというのが政治の世界の現状です でも私はですねなんとか勝ち抜いて皆さんにあ政治って思いがあれば一生懸命やれば変わるかもしれないんだとか自分たちも政治家になれるかもしれないんだという可能性をです、ね、次世代に残したいんですね僕の周りにはたくさんの学生もいます若い政治家になりたいっていう青年たちもいますそういう子たちが神谷みたいなやり方でも頑張ればなんとか政治家になって日本の政治に携われるかもしれないんだという可能性を残すために僕は今回勝ちたいと思いますし。 そして勝ったら応援してくださったそういった市民の方々のためにそして大阪府のために一生懸命働いてその中で私しか言えないことがあると思うんですそれをしっかりと伝えていきたいというふうに思っています本当にもうもう明日はですね選挙活動できないんですねもう明日できることは投票行ってくださいましたかっていう確認ぐらいですですから是非皆さんにはですねもうあと数時間しかないですし、まあ、明日も入れても本当にちょっとしか時間ないですけど もし、水谷にお知り合いの方、親戚の方、友人の方、いらっしゃいましたら、こうやつがいるんだということを伝えてください。入れてくださいとか言わなくていいです。神谷っていうのがいるから一回見てやってくれと。動画でもホームページでもフェイスブックでも何でもいいから、とにかく神谷っていう人間を見てやってくれということを伝えていただければありがたいと思います。知っていただいた上で選んでいただけなかったのは僕の不得です。ただ、知っていただけなくて、知っていただけなくて負けてしまうのは本当に悔しくて無念です。 そういった思いで最後の訴えということで今日配信をさせてもらいますどうか皆さんの力を神谷宗平に貸してくださいよろしくお願いしますあと数時間ですがまあまだできることはあると思いますのでまあ必ずこれにこれに目を入れるということですねあと本当に数時間どうかよろしくお願いします僕も滅多にあまりこう応援する機会ってないんですけれども。 神谷さんにはですね、えー、べったり応援して、えー、ぜひ何としても何としても、えー、不正に出ていただきたい、このように思います。どうか皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。